ブラベアをご覧の皆様、アロハ、いかがお過ごしですか。お耳のお供がやってまいりましたよ。お耳のお供が、はい、いや桜開花宣言、うん、関東は ね、まだちゃんと見れてませんけどね。見れてないね。あと1週間ぐらいしないと満開にはならないのかなと、うんうん、花粉症には辛いですね。辛いんだよね、うん、うちの周りだと桜の木がドーンと見れるところがちょっと足伸ばされてね、うん、何もなくてね、うん、ちょっと見に行きたいですね、うん、マスクしてね、とりあえずね、そうそうそう、花見もねだいぶできなくなっちゃったけど ね、でもまあ花をめでるだけでも十分って感じでね、うんまあ、そんな今日この頃なんですけど、うん、今日はちょっと盛りだくさんめでいきますが、うん、ずっと前から気になっていたファッション系ディスカウントストアということで、ずっと気にはなってた、もう代表的なものはロスドレスフォーレスなんですけども、ここは行った方は本当に多いんじゃないかって、ね、ワイキキの中心地にもあるし、最近だとアラモアナショッピングセンター、アラモアナセンターの中にも2017年にできたそうで、オアフ島ね、全島だと15店舗ぐらいあるんですけど、ある15店舗って言ったらなんかもう本当にあっちこっちにおそらくあるっていう印象なんですけど、私たちはまだ入れたことがなくって、でワイキキの中心地を歩いてる時に、ここのお店なんだろうって言ってガラス越しにふって覗いた時に、もうドゥワーってなんか洋服が遥か彼方までラックにこう下がって並んでいるっていうのを、まあ、発見して、ここに入ってしまったらものすごい時間を食うんじゃないかっていう危惧があって入らなかったっていうのがありまして、まあ、でもその感は当たってたみたいな、通ってしまう人はかなり通ってしまう、ね、でコメントの一日中いるみたいな、そうそうそう、でコメントの中で奥さんだけ夜な夜な通って、ね、夜な夜なってすごいなと思ったら、夜中の1時までやってたりするんですって。店舗によるのかもしれないけど、だから昼間観光して夜を買い物したいっていう人を、まあ、ちょっとこうターゲットにしてる、そういうコンセプトもあったりして、すごく私の印象だとね、ロスドレスってそのディスプレイの雰囲気からしてすごく庶民的なイメージがあったんですよ。で、まだ今回調べるにあたってたくさん動画を見たり、ちょっとこうブログを読んだりしていて、やっぱりパッと見の印象って雑然としていて、一つ一つのコーナーをすごくこう綺麗に分けているわけではなく、もう振り向けば向こうはもうすぐ隣はおもちゃなんだけど、こっちはもう洋服でとか。で、動画の中でおお象徴的って思ったのが、女性の下着がバーって並んでる本当に狭い通路のすぐ隣がキッチン用品みたいな、だから男性がそういう通路でキッチンを見て背中越しにこう女性の下着が並んでるみたいなものも見て、本当にそういうところには気を使わないでとにかく並べていくっていう印象があったのね。そしたらやっぱりブログなんかで、まあ、ちょっと詳しい方がいろんな店舗を比べてる中 でこれから比べるっていうことで、こういうファッション系ディスカウントショップを何店舗か出すんですけど、もう一つ代表的なものがね、 TJ Maxx、うん、教えてもらいました、ね、教えてもらいました。最初の頃こういうお店をちょっと探、いろいろ調べたいって言ってたら、コメントで TJ Maxx も面白いですよっていただいて、でノードストロームラックというところも調べてるうちに出てきて、でもう一つマーシャルズというところも出てきて、一応今回はこの4店舗、まあ、比べていきたいなと思うんですけど、マーシャルズはちなみになんですけど TJ Maxx と同じ会社が運営してるらしいんです、そういう情報があって、なのでここは集約したいなと、ほぼほぼ品揃えも似てるっていう話なので、でもアラモアナセンターの中にあるみたいですね、マーシャルズ。なので、まあ、とりあえず TJ Maxx と同じような感じで、分けてある意味がね、いまいち、そうだね、どういう扱いなのか、もしかしてその TJ Maxx とマーシャルズってやっぱり実際行ってみると違いますよっていう方がもしいれば、コメントでぜひいただきたいんですけど、あんまりコメントの中でもマーシャルズ出てこない、出てこなかったね、なので、まあ、今回は中心としても TJ Maxx、 ロスドレスと、それからノードストロームラックなんだけど、さっき言ったそのディスプレイの仕方が、ロスドレスってさっき言ったようなこうちょっとバッとある意味雑然とした感じなんだけど、TJ Maxx の方がもう少し配置とかディスプレイに気を使ってる印象がね、動画で見てるとあって、ちょっとおしゃれな落ち着いた雰囲気があって、で実際にロスドレスってあまりこのマネキンとかショーウィンドウとかのそういうディスプレイがないんだって。
そういうところでコストカットをしてるっていう、もうだから極限までコストカットをしようっていうのが、まあ、コンセプトっていうことらしくて、で扱ってる商品なんだけど、私はロスドレスってやっぱり庶民的なイメージだったから、ブランドものというよりはまあ、一般的な普通のファッションブランドのものがすごく安いのかなって思ってたの。で TJ Maxx とノードストロームラックに関してはいわゆるブランドもの、百貨店で売ってるものでシーズン落ちしたものとか余剰が出ちゃったものがあるってことは、ロスはそういうのないのかなって勝手に思い込んじゃってたら、そうでもなくて、やっぱりデパートの商品を中心に 20% から 60% オフなんだそうです。なんで動画見てると TJ Maxx にあるブランドものもロスにもあったりとかするなっていう印象があって、ただなんかやっぱり現地の人だったりこうレポートしてる人なんか見てると、 TJ Maxx の方が若干その種類が多いかなっていうのもあったので、まあ、ブランド品の数だったりとか扱ってるジャンルも若干やっぱりそうやって違ってくるのかなっていう。でロスって調味料とかちょっとしたそういう食料品みたいなものも結構扱ってるっていうことだったのね。でノードストロームラックに関しては、ノードストロームっていう名前のシアトルを本拠地にしたかなり高級な百貨店の、まあ、アウトレットっていうことで、かなりハイクラスのブランド品を扱ってるんだね。だから店内ももうちょっとこう本当にそういう雰囲気が、ね、あって、サングラスとかすごい数あって、リーバンとかね、びっくりして、サングラス見たい人ブランド物 の、ね、しっかりとしたやつが、そう、ただ高かったね。私たちがいくつか見た動画の中で、元値が高すぎるので、半値でも499ドルとかね、そういうのを見ると、なかなかそれでもお高く感じるかなって。でさらにそこがセールの期間になると、めちゃくちゃ安く買い物してる動画とかもあって、そういうのは概要欄にちょっとまとめてね、各店舗貼っておくので、ちょっと興味のある方は覗いてみてほしいんですけど、そのさらに半額の半額ってなると、ノードストロームラックもかなり魅力的だなって思ったのね。タイミングだね。タイミングだよね。まあ、ちょうどいい時にね、ハワイに行けてりゃいいけどねっていう、もう行けてたらすごいラッキーかなって。本当にその、まあ、品質のいい、まあ、普段はちょっと手が届かない高級ブランドで、自分が好きなデザインと巡り合えたらすごい美味しいのかなでは、とは思ったのね。でノードストロームラックは、あとは靴、靴が結構定評があるというか、種類もすごく多くて、でね、なんでかっていうと1901年に町の靴屋さんとしてオープンしたんだって、もともとが。なんで靴にすごいこだわりがあるお店ではあって、で例えばロスだと靴は箱に入らずむき出しのまま、ドバーンって並んでたじゃない、あれ結構、まあ、サイズごとには分かれてると思うんだけど、あれなかなか掘り出し物を見つけるのにそこそこの時間はかかりそうだよね。でもノードストロームラックに関してはちゃんと箱に入って、あとサイズ違いのものがその下にも並んでたりもするのもあったし、 TJ Maxx も多分ね、箱に、あれは違った、あれはマーシャルズかな、なんかそのお店によってはその箱すらももう除外、ロスに関しては、ある一点ものだけに、ちょうど巡り合ったら買ってねっていう、そういうやつだね。でロスに関して、まあ、これだけ店舗が多くてなんか競合しちゃわないのかなとか思っちゃうんだけど、使い方としては、一つの店舗にサイズ展開がそんなにないと、例えばこう日本人に合う小さいサイズのものが欲しいのに大きいのしかないってなると、普通の店舗みたいに他のサイズ出してくださいっていうわけにロスは基本的にはいかない、あんまないらしいんですね。なんで同じような商品を他の店舗を回って探すっていう使い方をしたりもするんですって。だからロゴの人、現地の人にはでもやっぱりすごく安いし、その回る楽しさもあるし、すごく愛されてるお店なんだなっていう印象を受けたのね。で例えば TJ Maxx なんかは、オアフに4店舗なんですって。でワードビレッジ、パールシティ店、アイエア店、カポレイ店ってあるんだけど、私たちが行きやすいのはワードビレッジ
の方なのね、うん、でワードビレッジだと目の前にノードストロームラックがあるから、うん、まあ、百貨店系のそういうアウトレットとしては両方をいっぺんに見れるんで、うん、まあ、そこも魅力的だったりするんだけど、例えば TJ Maxx はあのパールリッチセンターとかカポレイコモンズとか結構、ね、離れてるところ、うん、車で行かないといけない、うん、もう大商業施設みたいな私たちが行ってないところも実はたくさんあって、そういうところだと日本人があんまりいないんで、サイズが残ってることが多い、日本人に合う小さいサイズが多いんじゃないかっていう。だからワイキキ周辺ってどうしても日本人の観光客が見て回るから、いいものほどサイズが売れちゃうともうないっていう場合も、まあ、若干あるかなっていうのが、ね、指摘されてて、なるほどって思って、なんでもロスって回り始めたらやばそう、うん、他のお店もね、もう本当になんかなんだろうね、うん、滞在中ずっと回ってるみたいなことになっちゃいそうだよね、うん、そうだね、本気で、うん、本気で回ろうとしたら、うん、ね、まあいろんなものがとにかく宝探しのように、うん、一期一会のようにあるっていう印象が、うん、まあ、特に強いのはやっぱロス、うん、でさっき言ったようにちょっと靴いい高級ないいものを見たいなって思ったら、うん、ノードストロームラックいいのかなとか、うん、あとアロハシャツの割とこう有名なブランドのものも、うん、ノードストロームラックはだいぶ扱っていて、うん、男性ものね、うん、もう結構扱いが多いっていうことだったのね。でノードストロームラックはさっき TJ Maxx と同じでこうワードビレッジに向かい合わせであるんで、そっちがいいかなってお話ししたんですけど、ワイキキにもオープンして、しかもロスドレスの近くなんだって。うーん、ってことはもうこれ、はしごしろっていうね、今私頭の中がね、うん、整理ついてないんだけど、ワードビレッジは TJ Maxx と、うん、ノードストロームラックが向かいにあるよと、うん、でワイキキはノードストロームラックとロスも目の前にあるよって、うん、でアラモアナショッピングセンターに行けば、うん、やっぱりロスもあるし、うん、マーシャルズもあるしとか、 もういろんなものが隣接してるみたいなの、うん、調べたら。でなんで隣接してるかっていうと、やっぱりみんなが渡り歩くことでお互いに相乗効果であるらしくて、競合するっていうよりも、まあ、一緒に、うん、なんかこう小判ザメのように、うん、まあ、共存してるみたいな、共存そうしてるみたいな感じみたいなんで、やっぱりそれぞれの好みが、うん、自分はここが好き、まあね、でこういうこっちのお店の方が見やすいし探しやすいし、いいものがポンって買えますよとか、うん、引きが強いですよっていうのが行った人じゃないとわからないことがきっとね、うん、あるんじゃないかなって。で予想としては私たちロスの方が自分たちの身の丈には合っているのかなって感じはしてるんだけど、うん、どうだろう、本当に行ってみないと分かんない、うん、TJ Maxx もまあなんかちょっと面白そうかなって。ただシーンにとってはどうしても女性の服とかブランドがね、動画なんかだと多いんで、ね、どうしてもね、そのなんだろう、男性ものが紹介している動画を探すと、うんうんうん、各店舗のそうだ、ね、必ず女性もののやつばっかりメインで、そう、これ男性もの置いてあんのみたいな感じで、だからなんかコメントを読んでても、ね、奥さんが入り浸ってますとかっていうコメントになっちゃうと、じゃあ男関係ないんじゃんって思ったら、ちゃんとあるんだよね。あるあるある。でも、うん、それをレポしている男性の動画が少ない。少ないね、うん、ちょっと電化製品というか携帯のオプションみたいのとか、うん、充電器とか、うん、そういうのは男性がレポしてる映像あったんだけど、うん、ファッションだと今のとこ見つけられたの1個ちょっとね扱ってるのみたいな、ノードストロームラックだったね。それがアロハシャツとかスポーツ用品、アロハシャツ、うん、あとシューズ、シューズはあったね、うん、でも他にも絶対あるんだろうけど、多分女性がね、そう、一番食いついちゃうのは女性だから、うん、女性の動画しかないから、ね、まあね、うん、せっかくもし行く機会があれば、うん、男性目線の TJ Maxx とかノードストロームラックとかっていう風に見ると、どういうものが行く意味があるのか、うん、そもそもなんかもう奥さんと切り離して俺は自由にやるぜっていう、うん、状態がいいのか、 そ、ね、それとも一緒に行っても楽しいよ、ね、実はがあるのか、あるのかみたいね、うん、それは思う。あとはその量の問題だね、うん、もうやっぱり女性のエリアがすごくて男性がちょっとしかない、ね、だと、うん、またそのつまんないつまんないって、うん、いる意味ないってなっちゃうからさ。そうそうそう。であとはね、ブランドにやっぱりすごく詳しい人で、うん、ブランドの良し悪しが明確に分かる人、うん、あと自分の大好きなブランドがもう絶対決まってる、うん、いくつかあるっていう人は、うん、ノードストロームラックとかはすごい
っごい魅力なんじゃないかなって感じたので、私たちがあんまりこれっていうブランドっていうのをあの好みっていうのを決めてないので、そうするとただとにかくどの店舗も私たちの目線でいくと、とにかくデザインがいい、物がいい、自分たちが好きって思えるかどうかっていうところで見るから、ブランド物が安いからっていうだけで行くっていうお店としては、そのノードストロームラックの方がもしかしたらあのハイクラスのものを扱ってるわけだから美味しいものがあるんじゃないかとは思った。あとはお化粧品とかもそうなんだけど、すごくコスメに詳しい人でブランド系コスメがすごく好きっていう人も、あの例えばクリスマスシーズンだとあのワンセットでね、女性のもの日本でもあるんだけど、アイシャドウから何か全部揃って一つセットで売ってますみたいのが、クリスマスが終わっちゃうともうさすがに売れないから、そういうのがめちゃくちゃ安く出てるとか、自分が使う分にはもう関係ないとかね、そういうものもあのすごく、まあ、これは各店舗結構充実してるイメージはあった、でもやっぱりそうやって見ると女性もの多いよね、水着とかね、男性もの今回は見たいね、しっかりね、いや本当にどういう品揃えなのかが未知数なんだよね、男性ものに関しては全然わからない、なんか本当に分かんない、本当に行く意味あるお店なのかさえもう怪しくなってる感じ、怪しくなってる。で大事なやっぱり旅行っていう時間なんで、まあ、見極めた上でどのくらい回るのかっていうのは決めていきたいなっていうのがあるね、やっぱりね。でね、あのちなみになんだけど TJ Maxって週に3回ぐらいの入荷があって、タイミングによってすごくその品揃えがいい時、ロスもそうみたいで、スッカスカの棚があるっていう映像もあったりとかね、だからすごくタイミングで自分に合うものがある時もあれば、なんか今回のハワイ旅行では何もなかったなっていう時もあるんだって。必ず何かいいものがあるわけでもなくって、でその、ロスドレスかなに関しては、そうそう、毎週火曜日がシニアディスカウントデーってなってて、55歳以上の人はさらに 10% オフなんですって、まあ、パスポート見せれば OK、私たちギリギリというか、ちょっとまだここまでいけてないかなっていう感じなんですけど、でもまあ毎週火曜日ってことなんで、旅行でたまたま会えばそんな日もあるのかなっていう。でとりあえずこうもうたくさん情報は出てたんですけど、概要欄にあの私がちょっと見てみて、これは分かりやすいかなっていうものを中心に置いておくっていう感じなんですけど、あの動画もね、ロスは本当に豊富にあったりとかするんですけど、 TJ Maxが意外と少ないというか、あの再生回数があまり伸びてなかった印象が、ノードストロームラックの方がちょっとやっぱりどのくらいブランド物が安いのかっていう興味を引くのかなとか、あの再生回数が伸びてるとか、ロスの方がやっぱりみんな興味があるんだなっていう印象だったかな、ね、ブランド物がみんな欲しいのかねそう、でもロスはほらそこまでね、ブランドになんかやっぱりみんながあのすごくとっつきやすいのかなと思った、まずはここっていうロスから入るみたいな感じ。わあ、ちょっと次回は絶対足は踏み入れたい、最低限ロスは、あと TJ Maxぐらいまでは行きたいかな、まあなんとかね、で TJ Maxぐらいちょっとこう、もしノードストロームラック覗けるならたーっと見たいとかね、まあ、時間に限りがあるんでね、旅はね、そう本当に遠い昔になっちゃったけど、前回のね、ハワイ旅の時にはあの、サウスショアマーケットに行ったじゃないか、あそこのすぐ隣だったんだよね、実はね、 うちが入らなかったんだけど、まあ、知らなかったから、TJ Maxもこのノードストロームラックも知ってたらね、絶対入ってたと思うんだけど、ホールフーズのことばっかり考えてたからね、ホールフーズに行くんだってしかなかったからね、スーパー優先で、なんでちょっと次回はどこか一箇所は必ず1、2箇所行けたらいいなっていうのがちょっと理想ですね、まあ、時差ボケを解消するためにいきなり行っちゃうって手はあるよ ね、 ね、到着してすぐ、そうだね、荷物預けてすぐ行っちゃうみたいな、預けていくっていうのもあるね、ちょっと私たちがカイルアから回るか、そのホノルルから回るかっていう次回の旅のね、計画もどういうふうに練っていくかにもよってね、時間の作り方が変わるかなと思うんですけど、まあ気になるお店たちをちょっとご紹介してみました。最後になるんですけど、航空券ゴールデンウィークまたね、ちょびっと上がってたの、ちょびっというか結構ずんずんとあの満単位で上がっていて、で今ワクチンかな、ワクチンかな、でどうなんだろうね、夏に向けてで夏以降の、ね、旅行の予約がアメリカ本土の話なんだけどすごい伸びてるんだって。なんで本土の人ってやっぱハワイ好きでしょ、私たちが沖縄に行くような感覚なのかなって勝手に思ってるんだけど、だからそういう旅行が随分動いているんだって、夏以降
なんて、まあ、私たちもカエルワの、 B&B ちょっと早く連絡をね、うん、しっかり取らないとと思ってるんだけど、埋まっちゃうかもって、ね、本土の人たちがやっぱりずっとコロナで抑え込まれていたせいで、うん、やっぱりはっちゃけたいっていう、うん、解放されたいって思いで動くとしたら、まあ、ハワイもまずそこから経済が動いていくのかなと思ったんだけど、日本もまあ一応チケット、日本からの航空券も今ね一人前は10万往復切ってたのね、ずっとゴールデンウィーク7万台9万台今はもう11万12万ってもうちょっと上がってきてる印象があって、まあ、なんか動いてるなっていう、ちょっとまだ調べきれてなくてね、航空券に関してね、なんですけど、まあ、まだまだちょっと日本からゴールデンウィークに飛ぶっていうのは現実的ではね、なくて、隔離の措置がねどうにかならないと、まあって日本のワクチンもね、もうちょっと進まないと、なんかヨーロッパなんてグリーンカードだっけな、なんかこう打った人はその EU の方だけど自由にその国境を行き来できるみたいな、その証明、ワクチン打った証明みたいなやつがあるらしいんだけど、世界旅行についてどういう共通の基準が出てきたり、規制が緩和される中でもそういう決まりがもしかしたら課せられる可能性はゼロではないのかなと思うと、まだまだ年末に向けてもそういう動きを見ていかないと、これからぐんぐんと動くかもしれないって、ワクチンがね、うん、行き渡ってきたらなんて思いながら、そうね、うん、まあ、来週から緊急事態宣言が解除っていう話になってるけど、もうなんかこれも限界だよねみたいな感じにもなっちゃってるから、またね第4波とかってならないようにしつつ、みんなで気をつけないといけないなっていうね、まだまだちょっと日本はね体制も含めて見えないところがあるので、ホラ部屋としてもね見守って、もう私たちはハワイを軸になんだけど、そうそう、見守っていきたいなと、とにかく年末を目指して、そうだね、本当にね、うん、まあ、こうやってね調べてることが活かせるように、またあ、それでほらコメントいっぱいいただいてて、うんうん、そういうコメントもねまたちょっと次回ご紹介させていただきながら、うんうん、はいはい、次回何やろうかなって、マラサダかステーキかあたり行きたいなと思ってるんですけど、マラサダでしょ、マラサダかな、うん、うん、私たちも有力な情報もいただいてるから ねもらったね、やっとちょっといただけた情報が、探していた私たちの幻のマラサダについてちょっと有力な情報がね、うん、あったりなんかしたので、マラサダかな、行きたいなと思ってます、うん、ステーキ来たら、あ、なんだステーキかよみたいに思っていただいて、うん、ちょっと調べるのを両方やってみたいなと思っています。まあ、我々はこの間手に入れたホノルルクッキーでしばらくはハワイ感を、はい、そうなんです、Cにねちょっとサプライズしていただきました、サプライズで買った毎日大事に1枚ずつ食べています、うん、今日はチョコレートついてるのにする、うん、ついてないのにするみたいになって、うん、まあ、1ヶ月は持つ前、あー持たないかな、どうか持たせたいな、まあ、美味しいうちにね、うん、食べてハワイを思いながら行きたいですね、うん、あとそれさ、あら最後に最後にもう一個だけ、最近知っちゃったんだけど、去年上陸したらしい、うん、東京の自由が丘にカイルアにあるクレープスの顔を、うんうん、私たちが入った美味しかったクレープ屋さんがね日本に上陸してたの ねコロナ禍でね知らなかった、うん、うん、まあ、行きたいな、カイルアだよと思って、うん、ちょっとそこのねハワイを探す旅ってことで行きたいなと思っていたりしてます、うん、そんな今日この頃ですね、いつもねあっという間に20分以上経っちゃうの、うん、なんかそう長いのか短いの か自分たちの感覚どうなんでしょう ねあっという間に言い過ぎちゃうんですけど、うん、まあ、そんなこんな今日はちょっとディスカウント系をね、はい、ファッション系をご紹介しました。また何かコメントいただけたらすごい嬉しいです、うん、はい、お願いします、よろしくお願いします。それでは See you again、 またお会いしましょう。花見行きたいね、行きたい花見。